名古屋市立名塚中学校は愛知県名古屋市西区新福寺町2丁目にある公立中学校。本校舎と別棟に分かれている。本校舎と別棟は渡り、廊下で結ばれている。閣議場、体育館等があり、プールは閣議場屋上に設置されている。本校舎は老朽化が進んでおり、2012年12月には、 階段の天井が崩落する事故が発生した。原因は雨漏りであり、翌2013年1月に補修工事が行われた。名古屋市では数校しか行われていない瞑想が実施されている。瞑想では、委員会、部活動、クラス、先生などが行うほか、稀に、学校外部から、PTA 会長などを招いて行われることがある。また、2012年、名古屋市の 夢チャレンジ支援事業に選ばれ、屋上緑化を行っている。1948年6月1日開校。同時に、交渉図案を学区内一般から広く募集し、制定した。図案に稲を採用したのは、当時本校と同学区の省内小学校が、明治20年頃まで稲尾にあって、稲尾学校という校名であったことと、 当時学校の周囲が全部水田で、その稲のようにすくすくと育つようにとの意味を込めたものである。2021年度は、サッカー部、野球部、ハンドボール部、バスケットボール部、ソフトテニス部、バレーボール部、水泳部、剣道部、合唱部、文芸部がそれぞれ活動した。所管する名古屋市教育委員会は、2017年4月1日現在、 名古屋市立省内小学校、名古屋市立稲尾小学校の学校区を数学区域として指定している。ありがとうございます。